乙女モード乙女心シンドローム田村ゆかりです。2021年もよろしくお願いします。2021年になっちゃった、なってないけどなっちゃった。撮ってる今はまだ2021年じゃないからさ、具体的なお正月の話はできないですけど、今年はゆかりはお正月実家に帰らないんですよ、帰らなかったんですよ。だから多分やることがないだろうね。なんかさ、あんましゆかり本当に仕事がないとき出ないようにしてるからさ、お外に。だからでそれが別にそこまで苦ではないからさ、その家の中にいることがね。でそれとじゃあお正月のお休みは別に大差ないと思うわけだし、その緊急事態宣言の時だってさずっとお家いたしさ、だから別に家にいること何ら苦ではないんだけど、やっぱそのお正月の醸し出すなんかみんな一緒だね感みたいなのとかがなんかとても心を寂しい気持ちにさせていると思うんだよね、多分ね。だから次の来週の放送すごい荒んでるか、それか久しぶりに人に会ってめちゃくちゃ浮かれてるかのどっちかじゃないかなって思うんだよね。わかんないけど、どっちかな、ちょっとわかんないね。なんだろうね、やっぱそのイメージな、やっぱその体に染み込んでるイメージなんだろうなとはもちろん思うんだけどさ、毎年やっぱこれ恒例行事というかその定期的にさ、毎年やっぱ実家に帰ってない時もあったけどさ、帰ったりしてたからさ、比較的帰ってるからさ、その帰らない、実家に帰れないでお母さんとお父さん会えない、弟に会えないとかっていうのはやっぱちょっと寂しいだろうなって思うかな。スカイプとかやるのかな、スカイプなのか LINE なのかちょっとわかんないけど、なんかあとおせち料理がさ、他には4人前のおせちが届いてしまったんだけどさ、ずいぶん前に頼んでたからね。でも弟も帰るか分かんないからさ、お父さんとお母さん2人でさ4人前のおせち食べれるのかなとか、しかも今年はいらないよなんて言っててさ、改めて聞いたらじゃあちょっと少ないやつだったら欲しいかなって言われての4人前だったからいやでもいつも6人前とかだったからさ、だからちょっとわかんないなぁとは思う。あとゆかりは何を食べて生きているのかがすごい心配だね。2週間後ぐらいのゆかりは何を食べているのか。自分おせちはね、そうもう実家帰らないって決めて、そこから探し始めたんだけど、もうなんか手遅れでさ、割ともう売り切れてて、でやっぱな、今年結構おせち売れてるみたいだね、ちょっとわかんないんだけどね。だからね、自分おせち結局買ってないんだよね。まあなんかバラとかでなんか買えたらいいなとは思ってるけど、買えたのかな。伊達巻きは買うと思う、多分毎年買ってるしね。それでは今夜もゆかりの乙女心にお付けください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めましてこんばんは、田村ゆかりです。なんかね、今年はさ、あのおせちが個食が流行ってるってずっと言ってたじゃん。あの個人一人用のおせちが流行ってるっていうのをさずっと推してたからさ、結構期待して個食のおせちを探したんだけどさ、やっぱもうちょっと出遅れちゃってるから遅すぎたっていうのももちろんあったんだけどね。あるんだけど個食のおせち、あるけど個食の一人前のおせちが3台来るとかなのよ。3台はいらないわけ。で、最終的に3台食べたとしても、違うやつが食べたい。同じやつを3台食べたくないからさ、なーって思っちゃって。で、結局買わなかったんだよね。あとなんかやっぱさ、
なんかまあ縁起物だからさ、使ってる食材とかがもちろん違ったりとか、いいやつ使ってたりとか、器にちょっと気を使ってくださってたりとかさ、もちろんするのは分かってるんだけどさ、なんか自分が食べるって思うとちょっとなんかこんなにお金出したくないなって思っちゃって、みんなで食べるだったらいいんだけどさ、一人でさ、この一食か、まあ一日分ぐらいか、一食二食分ぐらい、お昼夜ぐらいかのさ、ご飯でさ、なんか高いって思っちゃったの。まあもちろんね、手間暇かけてさ作ってくださってるからさ、うん、高くはないんだろうけどさ、値段なりなんだろうけど、なんか、自分にそんなにお金出せないって思っちゃって、それもあってね、なんか買わなかったんだよね。だから何食べてんのかなって思ってる。 UFO とか食べてるかもしれない。UFO さ、ミニの UFO あるの知ってる？ちっこい UFO あんのね。多分それとか食べてる気がするんだよね。すぐ食べれるし。だからうわー、びしー、年越しは何してんのかな。年越しなんかさ、いつもだったらさ、その通常時だったらさ、そのさ、ゲームしたりとかさ、オンラインゲームしたりとかしてるけどさ、みんなやっぱ年末年始はさ、なんかしら用事あるかもしんないじゃん。現にさ、その地方に引っ越ししたその仲間の一人はさ、彼女に会いに行くとかってやっぱ言っててさ、だからもうゆかりとは遊んでくれないわけよ。だから一人ぼっちだね。一人ぼっちだと思う、多分。だからテレビ見てるのかな。テレビとか見る？お正月にこれを見ようっていう番組とか、撮りだめとか、特にないんだよね。まあ強いて言うなれば、ジャニーズカウントダウンは毎年録画してたけど、今年もあるのかな。ちょっとなんか情報全く仕入れてないから。あるの？うん、あるんだったらもしかしたら、まあ録画する必要ないのか、そのまま、まあ見れるかもしんないけど。あとはまあ、だから暇そうな人に LINE 送ってんじゃないかな、多分ずっと。あと妖怪ウォッチワールドやってると思う。いつもと一緒じゃない？めちゃくちゃ悲しいわ、やっぱ。どう考えても悲しいわ。こりゃいかん。やっぱおせち買っとけばよかったな。そんな寂しい、なんか、生活送るんだったら、ちょっと高いご飯食べてたら、なんか、高いご飯食べてるって思うもんね。高いご飯食べてるって思ったから、何なのかもよくわかんないけど。何してんのやろ。これもう1月のしかも7日、あー、先週分の放送を撮るときに未来のゆかりにメッセージ送っとけばよかった。そしたら9時半ぐらいからオンエア聞いてさ、おいで、あ、ゆかりはゆかりんからメッセージもらってるから一人じゃないみたいな自作自演だよ。悲しいよ。でもなんか、あ、もう手遅れだよ。だって今1月7日の、7日のやつだもん。あー、未来の自分にメッセージ送っとけばよかった。元気ですか？何をしていますか？1月7日のゆかりはもう多分、ゲームしてるよ。わかんないけど。あー、そうか。なんかね、すごい先行して年賀状とか送ってくれてる方がいてね。年内に届いてるから、2020年内に届いてるから、お年賀の年賀っていうとこ消して送ってきてくれてるんですけどね。まあこれはね、なんか中身は別に大した中身じゃないんですけど、まあ一応読みますけどね。ケイマナさんかな、ゆかりん、明けまして、こんばんは。ほら、もうちょっとしょうもないも言ってることが。
去年はほとんどゆかりに会うことができなかったので、今年は無事にツアーが開催されることを願っています。あ、シューマイ好きですか？シューマイ年賀状送りました。これさ、なんかハガキの下に切り取り線ついてるわけ。でさ、これをね、なんか切り取って持ってったら、崎陽軒にシューマイくれるんだって。これさ、もう今もらえないの？これ、ね、2021年になんないともらえないの？引き換え。いつからできんだ？字がちっちゃくて読めないんだよな。ちょっと様子見てもらっていい？これさ、もしさ、今もう引き換えできるんだったらさ、もう明日にでも引き換えてさ、このシウマイ食べてたらさ、少なくともこのなんとかさんがそばにいる感じしない？ちー何さんだっけ？ちょっと今矢野さんがハガキ持っちゃってるから名前わかんないけどさ、ケーマナさんと全然違った、ごめん。ケーマナさんのシューマイ食べてますみたいなことじゃんね。いつから引き換えれるんだろう。これもう引き換えた、今すぐ。今引き換えれんの？今から。でもさ、今ってさ、これでも想定では1月1日以降に届く想定じゃんね、普通だったらね。もう今から令和5年の12月ぐらいまで、そんなに長い間もらえるわけ？これ引き換えてこようかな。本当に。だってそしたらなんか一人じゃない感じすごいしない？知らん人だけどね。まあ知らん人ではあるけどさ、一応さ、今年はゆかりに会うことできなかったとかさ、来年ツアーできたらいいなって書いてるってことは、ツアーとか多分来てくれてるんだと思うわけ。だから直接会ったことはさ、もしかしたらないかもしんないけどさ、でもなんかゆかりのことを知ってる人でしょ。だからなんかちょっと心強いじゃんね。もうだからもう帰るわ、なんかちょっと数日のうちに。外出た時にこう崎陽軒行って、ちょっと気が早いんですけどって言ってね、でももらったんでっつって、もう堂々とこう切り取らずに持っていくわ、もう見てっつってもらったやつですけどっつって、そうしよう、ありがとう、ケーマナさん38歳。なんか勇気をくれた。いや、なんかな、勇気ではないな、なんかなんかわかんないけど嬉しいわ。ね、だからこれシューマイ食べるわ、年越しなのか1月1日なのかわかんないけどさ、美味しいよね。買う、もらうわ。よし、なんかやることできたからちょっと嬉しい。そうだね。だからもしかしたらもう今さ1月7日だからさ、みんなはあれはこれだったのかって思うかもしれないけど、シューマイ食べた時にシューマイ食べてますっていうメールマガ送るから、ファンクラブの人に。で、後で1月7日この放送聞いて、あーねーってなるやつだから、よろしく。何がよろしく？そう、予言だよ。予言なのか、予言なのか。もう未来から来ましたのやつだよ。ね、じゃあね、どれにしよっかな、メール。シュヒカロリーさんにしよっかな。いつもいっぱいメールくれてありがとう。駅ビールで九州店をやっていて、梅がい餅を買いました。焼きたてを包んでくれたので、帰宅して手合い裏うがいをしてから速攻で食べたのですが、薄めの皮に焼き色が香ばしく、中のあんもさらっと、でもしっかり甘くて、あったかいうちに食べられてよかったなと思いました。なんかには最近梅がい餅を食べる機会ありましたか？まあ、福岡帰ってないから、まあ、ないですけど、これあれだな、今から注文して間に合うかな。冷凍の梅がい餅って多分ね、通販できるところがあるはずなんだよね。だからちょっと、通販で買おうかな。そしたら、梅がい餅食べることができる。食べることしかやることないもんな。でも他にやることあんまないんだもんな。なんかね、この間新宿駅を歩いてたらね、なんかさ、よく駅のなんて言ったらいいんだろう、通路みたいなとこあるじゃん。駅にくっついてる通路かな。でさ、広い通路あるじゃん。あそこによくさ、なんかお店が出てたりするじゃん。プリン屋さんとかさ、なんかクレープ屋さんとかさ。でそこに長崎のね、
角煮まんを売ってたわけで、その岩崎本舗っていうところの角煮まんなんだけどさ、まあ、ジェリゴのさ、その長崎に行くとスタグルとかでよくあるんだけどね、それ売っててさ、うわめっちゃ買いたいって思ったんだけど、その後現場あったからさ、ちょっとなんか買ってけないなと思って、ちょっとどういう形状で売ってたのかわかんないんだけど、大体なんか冷凍で売ってたりするわけだから、本当はそれすごい買いたかったんだけど買えなくてさ、でもさ年末年始食べるものがないからと思って冷凍のやつとかいっぱい買おうと思ってるんだけどさ、ウィスパさんのクラウドファンディングのなんか支援したお礼みたいなさ食べ物とかも来ちゃうわけで、もいつ来るか分かんないからさ、別に通販じゃないからさ、いつ来るか分かんないし、順番に送ってるはずだからね。でもなんかだんだんなんか届きましたみたいな人がさツイッターとかでさつぶやいてるの見るとさ、うちにもそろそろ来ちゃうわと思って、もうなんか冷凍庫なんとかせねばみたいなね感じになっちゃってる中での梅ヶ枝餅と角煮まん、ちょっとスペース取るなこりゃあとさゆかり今なんかアイスクリーム結構ハマっちゃっててさ、あのさアイスまんじゅうってあるじゃん、アイスまんじゅうさ今すごいいろんな味出てんの知ってる？あのプレミアムアイスまんじゅうって言って箱に入ってるやつももちろんあるんだけど、箱ってあれだよ、あの1個ずつの箱ね、あのファミリーパックじゃなくて1個ずつの箱のやつもあるんだけど、なんかそれ以外にもなんか季節限定の味が結構出てて、今何が売ってるかちょっとわかんないんだけど、最近だと本当にいっぱいあるの、なんかねずんだ餅で、ずんだ餅はあの仙台かどっかのさずんだ茶寮だっけっていう有名なとこあるじゃん、あそこと多分コラボしてて、ほんでアイスクリームの中にずんだと、あと下にねあの白あんだと思って食べてたらお餅入ってんの、なんだこれと思って、でさやっぱ美味しいわけで、あとなんかロイヤルミルクティー味、これ食べたことないんだけど、とかなんかお芋味とかなんかめちゃくちゃあって、んでね、もうもしかしたらなんか秋の商品だったか売ってないかもしんないんだけど、彼がすごい美味しいなと思ったのがバターキャラメル味っていうのがあって、んでそれはアイスまんじゅうの中にまずキャラメルソースが入ってるわけで、周りになんかキャラメル味のチョコレートでコーティングされてんのよ。これめちゃくちゃ美味しくってさ、なんか見かけたら買っちゃうわけだから、冷凍庫がアイスまんじゅうだらけでさ、でしかもアイスまんじゅうってさなんかわかんないけど袋パンパンじゃん、あれ何のためにパンパンなのかちょっとわかんないんだけど、まあ理由はもちろんあるよね、パンパンだっていうことは、まあ、なんか崩れないようにだと思うんだけどさ、だからもうなんか充満してるからさ空気が、だからまあ逆に言うと空気だから無理やり押し込めば入るんだけど、ただまあパンパンなんだよね冷凍庫さ。であとあのジャイアントコーンもさ、なんかキャラメル味とかさホワイトチョコ味とかさ、なんかいっぱいいっぱい出てるわけ、なんか夏よりも冬の方がアイスクリーム美味しいじゃんって思って、であれもあるじゃん雪見大福のなんかハートのやつとかさ、なんかすごいいっぱいあって、で雪見大福とかさなんかパンの上に乗せて焼いたら美味しいみたいなさレシピとかもあるでしょ、やったことないけどアイスって思ってでもアイスさ、アイスクリーム1個300キロカロリーとかあるわけ、もうだからアイスクリームはもう朝ごはんだよみたいな、ただ朝からアイスクリーム食べられないから結果的になんかわかんないけど晩ごはん食べた後に食べてるから余分なやつみたいなね、美味しいよね美味しいものはカロリーが高い、美味しいんだもん、でもアイスクリーム毎日食べたい、アイスクリームねえ、
だからちょっと何の話しててそうなったかちょっと分かんないけど、アイスクリーム食べたいね。なんかアイスクリームなんか、うん、水だしさ。じゃあ間違えた、乳だからさ、乳だから多分食べていいんだよね。だってさ、アイスクリームは太らないって言うじゃん。まあアイスクリームだけどね、アイスクリームだよね、食べていいやつ本当は。アイスクリームってジャンルないんだっけ？あるよね。ほら、あの、乳とかのさ、配分によって違うじゃん。ラクトアイス、アイスミルクとかってあるじゃんね。でもよくあれが食べてるやつ、大体、ラクトアイスかアイスミルクなんだよね。乳が少ないやつ。でも美味しい。もっと食べたい。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム、キャンディータフトより田村ゆかりで、涙のち晴れマーク。ちょっとしたことで眼差しが暗く握ってた、でもフリーズしてる。せっかくの時間染めるグラデーション、こんなに二人じゃたいのに、月の才能なし俳句。このコーナーはリスナーの皆さんからお題に沿った俳句を送っていただきますが、才能がなければないほど田村いつき先生は褒めたたえます。1月のお題は自分の母親の手の切り料理を五七五でです。一体どんな俳句が詰まっているのでしょうか。ぶっちー兄ちゃんひろ、弁当が白いご飯と焼いた餅。これさ、面白い。焼いた餅ってさ、焼いた餅って冷めたら焼く前の餅みたいにならないね。えでもね、ゆかりは焼いた餅のどこが一番好きかって言われたら、ふわって膨らんでカリカリになっているところなわけ。それってすなわちおせんべいってこと？だからさ、おせんべいでもいいんじゃない？お弁当の中。だってさ、そしたらさ、焼かなくて済むし、まず。焼いてあるから、もうなんか職人の手によって。かつ、味がついてんのよ。だからさ、
白ご飯進むよね。いやいや、だって焼いた餅だけだったらさ、ちょっと進まない可能性あるでしょ。でもおせんべいだったら、砕いてご飯にかけたらふりかけだよ。だからいけると思うんだよね。だってなんかさ、最近さ食べて、うわこれ美味しいって思ったのがさ、なんかサラダの中にさ、なんかあのあられみたいなのがかかってるやつあって、でもあられってさ、あられって普段どんな時食べんだろう。あの丸いあられで、あのお茶漬けに入ってそうな丸いあられが降りかかってて、でもそれはちょっと、それ自体はさ、まあ、香ばしいだけなんだけどさ、なんかアクセントになっててさ、もうしかシーザーサラダとか入ってたりすんの？クルトン、あ、そうそう、そういうことそういうこと。で、まあ、ごまドレッシングで、あられだから、なんていうの、その焙煎っぽい感じだよね、なんか香ばしくって。あられじゃないのかな、あれちょっとわかんないけど、ゆかりなんか食べ物のなんかちょっと形状とかよくわかんないからさ。だってから何度も言うけど、はるか昔さ、あのベーコンのなんかチップみたいなやつをさ、すき焼きふりかけだと思ってたからね。このすき焼きふりかけ味が濃いなって思ってた。あ、これベーコンのやつだと思ってさ。それぐらいなんかよく分かってないから、あられじゃないかもしんないけど、でもさ、サラダにあられいけるぐらいだから、そういけるような気がするなってちょっと思ったんだけどね。焼いてくれるなんて手が込んでるじゃないの。皆さんからの才能の700たくさんお待ちしています。乙女モード、そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。なんかさ、手抜き料理さ、まあ面白いけどさ、自分も別に料理作れるわけじゃないからさ、なんかちゃんと料理じゃんって思っちゃう。なんかちゃんと作ってくれてるし、ゆかりよりちゃんと作ってるって思って、なんか読むのがちょっと心が痛い。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。今すぐ冷ましてしまう。